次回に続くよー。後半も見て。Python を使ってスクレーピングからの投稿をチャレンジしちゃう動画の後半、始まるよー。僕のサイトから画像とテキストをスクレーピングで取得して、画像をワードプレス側にアップロードするところまでを行いました。今回はアップロードした画像とともに投稿を行うところまでをライブコーディングという形で動画にしようと思ったのですが、もしかしてライブコーディングってそこまで需要ないかも？という謎の疑心暗鬼に襲われたので、今日は少し違う構成にしてみることにしました。動画もまだまだ見られていないし、自信喪失気味なんですよね。というわけで今日はこんな感じで進めていきます。この画面構成は RTA 界隈をはじめとしたゲーム動画でおなじみビームシステムです。この画面構成で解説を行っていこうと思います。いいと思うよ。まずはこちら。こちらは前回からそれほど変更点はありません。ワードプレス投稿に必要な API のエンドポイントを追加したぐらいでしょうか。話すこともないので次に行こうと思います。こちらも前回からそれほど変更点はないですが、ループ時のインデックスをプラス1して変数に収めています。こうしないと最初が0番目の処理という風になるので少し気持ち悪かったんですよね。そのためインデックスを利用していたところはプロセスインデックスを参照するように変えています。ここもあとは話すことないので次行きます。こちらは前回の続きのコードとなります。内容的にはワードプレスの投稿処理を行っています。今までも書いてきたコードばかりなので、きっと説明しなくてもわかるかと思います。もし理解に苦しんでいる方がいたら切り捨てる。冗談です。過去の動画を見てみてくださいね。緩和9台。このコードでポイントとなるのはこのメディア ID という変数です。このメディア ID には、先ほどアップロードした際にエンドポイントからの返り値として返ってきたアップロードしたメディアの ID を格納しています。この ID を投稿する際のパラメータとして渡すことによって、アイキャッチ画像として一緒に投稿することが可能となります。解説は以上です。実際に動かしてみましょう。問題なさそうですね。画像は問題なくアップロードされています。投稿も問題なくできていそうですね。画像もちゃんと設定されています。OK、バッチリ。ご
ご視聴ありがとうございました。